系の知識ゼロからセンターで7割5分から8割の点数を目指す勉強法。今日はですね、整形の、私立大学難関校に向けた対策をね、サクッと説明していきたいなというふうに思います。で、僕自身ね、まず偏差値が30の人たちを偏差値60ぐらいまでね、引っ張っていくところに集中していきたいので、本来は今回から説明する内容というのは偏差値70とかね、そういう大学のところになりますので、あまり普段は説明してませんが、整形に関する質問は非常に多いので、今回ね、この動画にしたためました。で、まずね、やっていただきたいことはこちらのね、図解版池上彰の経済ニュースと、これはですね、経済の仕組みっていうのが非常に、詳しく載っておりまして、分かりやすいです。で、基本的には読むだけでいいです。読んで理解していくってことをやっていただきたいなというふうに思います。おそらくこの参考書にね、当たっていくにあたり、もうすでにね、必要十分な政治経済の知識がすでにお持ちで、かつ現代文のね、読解力も十分身についておられるでしょうから、非常に簡単に理解して、面白く読めるんじゃないかなと思います。もしね、この本を読んでもまだ難しいなということであれば、整形の勉強をね、他の一つ前までの内容をしっかり勉強していただくとか、あるいは現代文をね、しっかり勉強して理解力を増していただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。で、整形はですね、暗記科目という部分ももちろん強いんですけども、しっかりね、仕組みを理解しておかないと解けないということが非常に多いです。で、その仕組みをね、理解する上でこの本とてもおすすめですので、特に経済のね、仕組みっていうのはなかなか理解しにくいところがありますが、この参考書で非常にね、池上彰さんが分かりやすく教えてくれてますので、大変おすすめです。はい、で、これを読んだ後にいただきたいものとしてはですね、こちらの政治経済用語集というのがあります。非常にね、こう目が痛くてチカチカしちゃうかもしれませんが、例えばこの赤字をね、赤字の部分特に重要なんで、赤字の部分を、この説明を読んで、ここに該当する言葉を言い当てていくっていう勉強法をまずやっていただけたらと思いますし、もし早稲田を、ね、目指すのであれば、基本的にもう全てのね、用語について説明できるようにしていくぐらい勉強を重ねた方がいいんじゃないかなと思います。で、こちらはもう英単語と同じ要領といえば同じ要領ですね。とにかく短時間に大量にこなしていくっていうのをやっていただけたらと思いますが、それでもね、結構分量が多いので、1ヶ月くらいはね、この参考書仕上げるのに時間がかかるんじゃないかなと思います。早稲田を目指していきたい人にはね、大変おすすめの参考書の一つです。で、もう一つね、おすすめの、参考書というか教材があるんですが、それは日本国憲法ですね。日本国憲法をしっかりね、理解しておくってことは非常に大事なことです。おすすめのサイトをね、ちょっと、ね、紹介したいなというふうに思いますが、Google で日本国憲法とね、検索してもらうと、もう一番上に来るページがありまして、これですね。はい。これは、早稲田を目指すんであれば、すべて覚えた方がいいと思います。なかなか大変かもしれませんが、これをしっかり覚えて理解しておくことっていうのはとてもね、大事なことです。大事なことですとか、合格には必要なことなんじゃないかなと僕は思います。はい、で、こちらのね、ホームページのリンクは説明欄のところにも書いておきたいと思いますので、これもぜひね、勉強していただけるといいんじゃないかなと思います。今日はここまでです。ご視聴いただき誠にありがとうございます。